皆さん、なんか随分、相変わらずルームウェアみたいな格好してますね。というわけで、こんにちは。ティラと申しまーす。この動画を上げてるってことはですね、誕生日動画になってます。ね。11月26日ですね。29なんですけど、僕も多分仕事なんで、やっぱちょっと腕組んどるわ。腕組みながら話しますもんね。よいしょ。よし。11月29日は誕生日なんですけど、まあ仕事の関係でね、前撮りの動画で、プレミア公開という形で多分撮ってると思います。で、まあ誕生日なんですけど、まあ特にね、その当日に何かできるわけでもないんで、まあ、ペラペラ話すだけです。皆さん、ついてきてください。この1年やっぱり変わったことって言ったら、職場がまず変わったよね。3月の中旬あたりから、介護辞めましたね。はい。意外と知られてない人もいるかもしれないですけど、3月の中旬あたりから介護辞めてます、僕。で、4月から就職活動をし、就職転職か。はい。会社入ったわけですよ、今の。今の会社に入る。派遣という形なんですかね。このあたり話すの初めてかな。派遣という形で6月から地獄の研修が始まり、8月、9月から、今の会社にいます。だから6月から8月まではすごい自由でしたよ。うん。多分、ツイッターとか動画を作っていた期間は6月から8月の間はホットでした。すごいホットリミットでした。せっかくなんでね、趣味の話をしましょう。誕生日なんでね。まあ、趣味といえばね、皆さんは僕の趣味が何だと思ってるか定かじゃないですけど、猿になることではありません。やられそうな時こそ、猿の感覚を思い出すき、うき。この天空の剣でね、人々の平和を守ろうと思います。大好きなカムイちゃんぬいぐるみと一緒にチュッチュ。黒ブレ。結局のところ、ね、去年の10月から稼働してずっとやってます。で、黒ブレといえば、見せますよ、僕は。いきます。こちら。キースドラゴン。モンバト時代はね、キースドラゴンに覚えれなかったんですけどね。自分がやっていたモンバトの時は、キースドラゴンに覚えれなかったんですけど、まあ、今、こうしてね、モンバトの実況の時にキースドラゴンがね、うわ、キースコンってなるようになったんで、その結果、キースドラゴンが、大量に、なんで次のページもあんのみたいなやつ。非常に大量に、ね、キースドラゴンに、囲まれる日々を、はい、過ごしてますね。いつも、黒ブレしに行く時に持ち歩いてるカードケースが2つありまして、ちょっと軽く見せましょうかね。こちら、作っていただきました。これね、まあ、オリカですよね。出てくるユニットは魔勇者っていう、まあ自分の分身、ちょっとエロいな。結構ね、いろんなもの揃えてますよね。だから、いつもなんかやってる人たちって、どんぐらい持ってんのかわかんないですけど、結構僕、スーパーレアあたりから、ちゃんとギガレアまで、取り揃えていると言いますか。結構いろいろ取り揃えちゃう。なんかいろいろ試したいっていうタイプなんでね、僕は。はい。こちらもね、初期に作っていただいたんですよ。もう初期の初期ですね。僕のオリカです。はい。キラキラしてるやつ、キラキラ加工をしていただいた、方なんですけど、今この方多分黒ブレやってないですね。こちらのケースは主に光系統。まあ、英雄系統っていうんですか。皆さんにわかりやすく言うと、英雄系統が多めのカードケースになっております。やっぱりこんなにね、持たなくてもいいんじゃないか。黒船のカードを集めてます。だから、もう使わないカードだよね。使わないカードを、こうして、ファイリングしてるんですよね。だから、1段から2段までとかを、順序よく並べて。だから、空白のところはさ、今入ってない、今ここにあるやつとかを入れたり、もしかしたら、まだ、一応僕、全部のカード持ってるわけじゃないんですよ。なんか、ちょこちょこ、虫食いみたいに穴開いてます。なんで、こんな感じでまとめてます。かなりやってますね。まあだってさ、仮にもですよ、60万突っ込んだわ。ブレなかったわ、音ゲーね。仕事の、介護職の仕事の同僚の勧めで始めた音ゲー、いやー、ハマったね。
しかも黒ブレなんぞより考えてすごい低額でできるんですよ。筐体ゲームやからね。音ゲーなんて携帯でいいじゃんって思うじゃん。筐体ならではの演出とね、音響がある。うん。それだけで筐体でやる理由は十分ですよ。あんな黒ブレみたいな。こちらはイヤホンです。こちらね、昔はちょっと安めのイヤホンだったんですよ。ただ、その安めのイヤホンを職場のスカイプ会議しないといけなくて、職場で。職場のスカイプ会議にちょっと試しに持ってったんですよ。今まで使ってた安めのイヤホン。それでまあ十分会話成立したんで、じゃあ新しいの買うかということで、これじゃあ新しい5600円のイヤホンです。ということで、こちら、ああ、ちょっと、最近やってないからさ、スリーブごとくっついたのか。はい、こちら、メザスター。ポケモンのメザスタリー、こいつなんですよ。こちらメザスタを僕がやろうかなってなった時に、いつも僕が言ってる中古屋みたいなのありまして、メザスタのタグが1枚だけ置いてあるんですよ。本当に1枚だけ、これ1枚しかなかったんですよ。これ1枚がデュエモの片隅にちょこんってあって、100円で売ってたんですよね。見た時になんかこいつは運命を感じるって思っちゃったんですよ。はい、運命感じるなって思って買って、こいつと一緒にメザスターを始めたわけですね。まあこの1年なんだかんだ趣味がね、ちょっと個人的には趣味がちょっと固定的すぎるっていうのがあって、だからストレス解消が僕下手なんですよ。ストレス解消するにあたってストレスの溜まる黒ブレなんぞしとっているのが別の趣味がいいなと思うんですよ。僕も音ゲーは絶対に満足してるの間違いないです。ただ黒ブレの満足度がめちゃくちゃ血を走ってるんで、なんで来年は新しい目標とか見つけて、そっちの方にお金を使えればいいかなと思います。ストレス解消とかね、やっぱ自分に自信がつく趣味の方が絶対大事だと思いますんでね。黒ブレなんぞ、もう黒ブレなんぞって何回言った頃発言で。黒ブレとかに、よりは自分がね、楽しめる趣味の方に走ったらなと思います。やめるとは言いません。頻度を下げます。じゃあ YouTube 関連の話はせっかくならでね、プニプニの方ですよ。いくぞ、せーの。カンプニカンプニカンプニー、猫太陽ネルファミリーゼロ期生のチラなのだ。もうね、恥ずかしくなくなったね。まあというわけで YouTube 方面の話もやっぱり僕にとっては欠かせないわけですよね。もう6年目7年目がもう自分でもよくわかんなくなってきたんですけど、とにかく長く続けてるのは事実です。僕の知ってる僕の憧れの実況者さんは12年ぐらいになったらしいですよ。すげえなあの人たち。YouTube に関しては僕は伸びとかはあんまり期待せずね、もともと、これ毎年言ってます。自分のゲームのやった記録とかを残すために YouTube を始めてるんでね、伸びが落ちてきたとかそういうのはあまり気にしてません。たまには気にしますよ。ただ、全面的に気にして活動することはないんでね、これからもこの緩い感じで来ていただける皆さんと一緒にね、楽しんでいただけたらなと思います。まあ、コンテンツがコンテンツなんですよ、これって。まあ、コンテンツの話をしちゃうのもあれですけど、僕がこうやって1000人とか超えたのっていうのは僕がすごいんじゃなくてコンテンツがすごいんですよ。やっぱドラゴンクエストかつピロリン、ドラゴンクエストかつモンバトをやっていた世代の方が多いから、やっぱ懐かしいなと思って見ていただける。だから僕がすごいわけじゃないっていうのはちょっとありますね。でモンバトっていうのは昔のゲームですということで、まあね、ある程度見たら、まあ、秋が来るわけですよ。来ますというか、普通。だから、その間、まあ、バーンってなって、まあ、いいやーって新しいゲームとかがあってね、それはもう仕方ない話なんで、これはもう僕が理解していることなんで、特に言うことはないです。でも、僕はこれからも別にモンバト嫌いになるようなこともないしね、いろんな無謀チャレンジや勝者企画などはね、普通に頭の中にどん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 出てくるんで、もう今ではライアンチャレンジですよ。何やね、ダークドリアも倒そうとしてますからね。僕一体何を考えてるんでしょうね。正直エスタークも嘘だと思いましたよ。僕は死の上ダメだと思いましたからね。
まあ、そういう背景もありますんでね、もうモンバトで皆さんが、でも筐体ゲームでもしかしたらやってた人はいるかもしれないよ。筐体時代にそれは無理だろうってチャレンジがあったかもしれないですよ。モンバトほどプレイされてるゲームなら。黒ブレは無理です、同じパーティーで集合してるだけなんで。なんでモンバトでね、皆さんがやっていた夢のようなプレイを本当に記録に残せるかもしれない。その記録を残すためにも僕はね、これからもちょっとモンバトの無謀な挑戦をしていきたいと思いまーす。まあちょっとせっかくなんで、この1年の YouTube の流れというものをちょっと説明したいなと思います。ちょくちょく伸びてます。一時某有名なゲーム実況者さんがモンバトをやりまして、その時に相乗効果で僕が伸びました。だから僕がやっぱりすごくなかったんですよ。昨年だったかな、今年だったかなみたいな時に、かなり有名な方々がモンバトをやって、僕が相乗効果で動画を上げてるだけなのにめちゃくちゃ伸びました。はい、もうびっくりですわな。やっぱり僕はすごくないことが証明されてしまいまして、なんでね、その時に見ていただいた方のおかげでバッて伸びた形ですね。はい、で今はね、モンバト実況してる人はあんまいないかな。はい、なんでまあこれが普通の伸びなんですよ。それがもう真理ですよ。これが僕のなんだ、もうすごいと思います。もう見てくれる皆さんありがたいですよ。だって昔のゲームをただただ200以上も上げ続けてるわけですけど、それでどん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 ね、見てくれてる人とかは、登録者数は増えてますからね。だから、登録者の皆さんには、すべての動画を見るとは僕絶対言わないです。例えば、好きなモンスターが出てるとか、このチームちょっとなんか面白そうだな、使ってたかもしれないっていうチームの時だけでも見ていただけたらなって思う部分が大きいので、よろしければね、まあ、これからもその形でやっていただけたらなと思います。視聴者数とかね、視聴数はかなり落ち着いてきた方かなと。まあね、僕だって知ってますもん。だって僕がすごくないってこと理由をね、説明します。ドラゴンクエストのビクトリー始めた頃の1年間 2年間 ?3 ヶ月 ?2 人しかいませんでしたからね、視聴者。チャンネル登録者数に関してはですね、実は過去1年のデータをちょっと出します。じゃあ。この1年で589人増えました。すげえ。すげえぞ。589人だぞ。モンバトをただただ上げ続けてるだけで589人も増えるんですよ。すごいですよ。この普通のゲーム実況者か、これって。僕が今まで見てきてる実況者さんの中にはですね、活動をずっとやっている、生放送毎日やっている人なのにね、どうしても伸びない人とか、僕としてはなんで伸びないんだろうって人も実はいます。はい、だから運がいいというか、コンテンツが強いのかもしれないですね、これは。僕応援してる実況者さん結構いるんですよ。この人の編集めちゃくちゃうまいとかあるんですけど、伸びないんだよな。伸びないし、あんまたくさんの人を見てもらえないって感じなんだよな。まあその人もあんま伸びることは意識してないのからいいのかな。むしろ僕はなんか一部の人がなんか失礼な言い方すると、そのレベルでなんか伸びないとか、視聴数増えないとかいうのをやめていただきたいし、なんだったらモンバトを改造すると、俺のね、バトムラプレイの株がどんどん下がってくるのよ。あと、そうですね。この1年 YouTube で実は広告出したんですよ、僕。YouTube、まあ、Google にお金を払うことで特定の動画を世界に配信できるというシステムがありまして、YouTube 広告あるじゃないですか、なんか時々。スキップしないでみたいなあるじゃないですか。あれを個人でも出せるシステムがあるんですね。3000回視聴行ったじゃないですか。あれ、それです。3000回お金を払って見てもらったんです。結構金かけましたよ。その広告効果はチャンネル登録者数5人も増えたんですけどね。はい。3000回見ていただいて5人ですよ。まあでも、この5人が貴重ですからね。見てはいただいたけど、もしかしたら登録するには至らなかったかもしれない。単純にティラチャンネルを知ってもらえたかもしれないし、モンバトってこんなゲームだったんだっていう感動をね、もう、感動を植え付けれれば、植え付けるんか。植え付けれればね、それで満足かなって思ってるんで。で、来年もちょっとね、この子、
生配信に関してはどうしても仕事の関係上かなり厳しくなりました。頻度下がったね、うん、前の職場の方が動画作る時間もあったし頻度もあったねただし前の職場は僕はお世辞にもいい職場とは言えないです。生放送に関してはねちょっと時々言われるんですけど、ドラゴンクエスト10やんないのと。ドラゴンクエスト10はね課題が多いし、特に今の時間帯この僕の職場の関係上でやっちゃうとかなりの形で無駄が多いんですよ。ドラクエって生地利用券システムなんで、じゃあその利用券買って僕がいつプレイできるんだって話です。正直言うと1週間に生配信してるじゃないですか、あれ以外の時間僕ゲームしてないっす。動画撮ってる時と生配信以外に僕はゲームをしてないです。フリーで練習するとかそんなんないですだからドラゴンクエスト10って日課があるんですよ。しかもめちゃくちゃ多いんですよ日課。下手するとドラゴンクエスト10の生配信をするとどうなるかっていうと、日課するだけで終わっちゃうんですよ。楽しくなくなるんですよ。楽しくねえなそれ、全然楽しくないただ実はちょっと思ってることがあって、来年入ったらどっかのタイミングで、ちょっとモンバト好きな方には申し訳ないですけど、1ヶ月ほどドラクエ10強化月間設けたいなって思ってます。よろしければその時にね、あ、テラさんドラクエ10やってんの、ふーんっていう感じで見ていただけたらなと思います。まあ実況に関してはですね、これまでと同様にモンバトの動画を、まあこれからも上げていく予定です。まあ気づいたらなんか絶叫するような、なんか昔に比べて絶叫が多くなったなっていう気がするんですけど、なんでですかね。昔のシャープ1のね、負けた時なんてなんかただただ落ち込んでただけなのに、でも今ではあーとかなんか、あーわけわからん声を上げるようになりましたからね、不思議ですよね、うん、いや長く実況やってるとどうぞね、実況だけがあの普通ね落ち着きがあるもんだと思うんですけど、実況は念を立つためにどんどんうるさくなってくんですよねなんででしょうかねあれってまあこれからモンバト動画上げ続けていくと同時に、モンバト動画は結構編集に時間をかけてる部分あって、僕もこだわりたい部分があるんで、まあつなぎみたいな形になって申し訳ないですけど、どっかで単発のゲームの実況とかをねまた入れていきたいなと思います。一応撮りたいゲームは結構あるんですけど、この前撮った時にね実は一つあるんですよ。一つ2時間ぐらい収録したのに音が入ってなくてオクラになったゲームがあるんで、それを初見ぼどきでちょっとね、まあ2時間しかやってないですからね、ちょっと単発として新しいシリーズとしてあげれたらなと思います。また一応他のゲームマリオパーティーのちょっと動画がありますんで、単発動画にそちらを上げつつって感じになりますかね。またこれからもねモンバトの方はよろしくお願いします。じゃあ最後にまあ誕生日、告知になります。12月の2日、22時からとつまちを行いたいと思います。誕生日皆さんに祝っていただいたりけなしていただいたりしながらね、僕が美味しいものを食べる企画となっております。よろしければねとつまちの方、参加して祝っていただけたらなと思います。イエーイ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 というわけで最後はね、この1年の中で、動画の中で、一応皆さんに見ていただいた動画の方をランキング形式で開けて終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。またね、12月2日なのだ。今回使っていきますのはこちら、メタルキングメタルスライムゴーラさん来ました。いよいよね DLC の登場によって今までできなかったメタル3体パーティーが組むことになりました。あった？これは会心出るかな？メタルサイム。ハイナスーおいそれ、お、何それ何それ、あ、何これ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 もうね、ワイファイ対戦最後のあたり出たチーム、こちらです。魔王の戦闘、キラーリカントカウンターはいはいはい、オッケーイエーイ、いいぞいいぞいいぞ待って待って、もう半分いった、もう半分いってる、止まった、強すぎだろこれ、パーティーはあかん、見えたのは
現場の拳、わあ、原骨デスタムア様の原骨じゃ、ほらカウンター模写す模写すの構えね、まさかのカウンターを避けなかったぞ。メタハンに化ける、結構成功率高いのかな。いい感じいい感じ。あー、鏡ちゃん